バーチャルリアリティの、まあ、映画作品ということになりましたけど、はい、いかがですか？出演だと、そうですね、VR 初の泣ける VR ということなので、ちょっと最初はどうなるのかなってちょっと不安があったんですけども、でも出来上がりを見て素敵な作品になったのでとても良かったと思います。まあ、今おっしゃったように、あの、はい、泣ける VR ってコメなんですけど、まあ、改めてちょっとどんな作品か簡単に。はい、そうですね、先ほども指定させていただいたんですけども、私が演じるのは西目俊さん演じる太一という役の密かに付き合っているさやという役を演じさせていただいて、でこの交際記念の舞台は卒業間近の春ということで、その高校生のドキドキ感とか、あと切なさとか、そういうのが盛りだくさんになっているものです。先ほど映像を見させていただいたんですけど、あのなんか全方向に、ね、はい、あのすごいなんか撮影大変そうじゃないですか。そうですね、どうでした？ちょっと、まあ、いつもと全然違うのでちょっと大変でした。でもなんかよく通常の撮影との違いって何なんですか？はい、なんかやっぱり360度撮ってるので、スタッフさんが周りに入れなかったり、入れたとしてもこう一列に並んで後で修正で消すように、ステージに並んでたので、それを見た瞬間にちょっと笑っちゃうのをこらえるのが大変でした。なんかあのそのスタッフさんがいないところでじゃあ撮影とか、はい、そうですね、ほぼいないところで西村さんと二人で撮影っていうのが多かったです。なんか恥ずかしかったりとか、なんか心細かったりとか、まあ、ちょっと心細いっていうのは、ね、あるんですけど、でもすごい自然な感じでできました。あのなんか、OK とかもう一回っていうのは、これは1回ごとに1回ごとに確認してっていう感じです。まあなんか内容はなんか甘酸っぱいとかこう、はい、なんか去年もう卒業されてるので、はい、久しぶりに。そうですね、久しぶりに出てきました。いかがですか？やっぱり、そうですね、こんなに可愛い制服じゃなかったんで、すごい嬉しいです。まあ、今のその映画の中で、まあ、一番印象に残るシーンってありますか？そうですね、あのプールのシーンがあるんですけど、もうずっとちょっと憧れてたのもあったので、私自身なので、それはすごい思い出に残ってます。実際どういったもの？プールに制服を着て飛び込むみたいなシーン。やったことはない？ないですね。最初やってくれって言われたの、はい、どうですか？でも素直に嬉しかったです。体験できるんだみたいな。なんかあの例えばグラビアとかの演奏でもちょっと、はい、そういうの採用、VR みたいに採用してみたいやってみたいとか。ああ、そうですね、確かにそれはまあ、すごいですね。グラビアとかにあったら素敵だと思います。なんかこういう VR とか最近流行ってきましたけど、あの今後どうなっていくと思います？今後、でも一人一台 VR みたいな時代が来たらすごいですね。私も欲しいです。佐々さん、なんかすみません、実際に VR で、はい、できたものはご覧になってますか？私は携帯でしかまだ見てないので、どこかの機会でちょっと見たいなと思います。あ、すみません、泣ける映画ってことなんですけど、はい、武田さんはまだ 見たの？あ、でも携帯でも見ました。泣けました？ちょっとだけ泣いちゃいました。でもこれで見たらもっと泣けるのかなって思います。泣けるポイントってもし言えたら教えてもらってもいいですか？でもそれ言ったらちょっとネタバレになりそうです。なるほど。あと共演者の西目さんの印象とか教えてください。はい、そうですね、あの西目さんと同い年だったので、はい、あの一緒に本当に高校生活を体験してるみたいで、すごい青春した感じがします。あの撮影中なんかどんなお話されたとかですか？お話に。そうですね、あの仮面ライダーもやられて、はい、で私もちょっとだけ仮面ライダーやってたので、そのお話とかもしました。ありがとうございます。
なんか2人きりで他にスタッフもいないところで撮影してると、はい、普段とかその気持ちのなんか盛り上がりとかだいぶ違うんですよ。そうですね、なんかすごい不思議な感じでしたね。でもすごい自然にできました、お芝居を。最後に、もう一回最後宣伝カメラに挑戦してみて、5月1日から全国の VR シアターで公開になります。公開記念日、とても甘酸っぱくてキラキラしていて泣ける VR 映画になっています。皆さんぜひご覧ください。皆さんそろそろよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それではのこちらで囲みの方を終了させていただきます。ありがとうございました。この後ですね、また VR 等を準備しまして、そのまま VR シアター映画の公開記念日の視聴の方を皆さんご対応